縄ビジネス外語学院ビジネス英語コース1年の古川元気です。東京都出身です親に勧められて沖縄米軍基地が多くてより英語に触れると思ったのでこの学校選びました。高校1年生の時に初めてアメリカに行って、そこでやっぱり英語を学ばないとこの人たちとコミュニケーション取れないなと思ったのでこの学校選びました。やっぱり暖かくて海も綺麗で外国の方ともコミュニケーションたくさん取れるのでとてもいい場所だと思います。最初は英語だけかなと思ったんですけど、英語だけでなくビジネスマナーもコンピューター系も学べてとてもいい学校だと思ってます。方言がやっぱり自分は一番分かんなかったかなっていうのが印象的なかったので、電車がないのがちょっと自分的には不便で渋滞も多いのでそこはちょっと直してほしい沖縄に来てタコライスにハマりました。キングタコスが一番好きです。自分はいつもジンスコを持ち帰ってます。大好きです。沖縄に来てできた友人ですかね。やっぱり自分の知らないことをカバーしてくれたり、一番心の支えになっているかなと思います。父さん、母さん、学費払ってくれてありがとうございます。今頑張りたいと思います。これからもよろしくお願いします。沖縄はやっぱ暖かい分、人の心も暖かいと思うので、困った時は助けてもらえると思うので、ぜひ沖縄に来てください。ネスコです。